皆さん、こんにちは。大地です。今日は宮城県仙台市で、講演会呼んでいただいて、でね、本当に、まあ、東北全県とかね、それからなんだかわかんないけど、東京とか、あと関西とかからもね、来てくださった方いて、まあ、非常に、高知冥利に尽きるというかね、みんなすごい、感動して元気になって帰っていってくれたのでよかったなというふうにね、思ってます。で、やっぱね、なんか主催者の人と事前にね、話してたこととして、やっぱり東北はね、もう世界最先端の地域であると、まあ、世界で最も高齢化が進み、まあ、最も過疎化が進み、まあ、最も過疎化が進んでるかどうか分かんないけど、まあ、そういう場所で、だからなんか東北がこれからどうなっていくかっていうことがね、日本の未来を占ってるとかね、直結してるようなところがあるんじゃないかというふうに思ってて、で、東北にコミットしてるね、まあ、そこで暮らして、そこの人たちと一緒にチャレンジしてるコーチが、なんかね、本当にもっといろんな人とつながり、未来に向かってね、動いていきたいというので、まあ、呼んでくれて、まあ、いろんな話をみんなとできてね、非常に良かったなっていうのと、まあ、これはいろんなところで言われていることだけど、そのピンチの中にあるチャンスっていうものをね、見つけていこう。まあ、コーチとかね、対人支援の人間の中ではすごく大切な考え方だと思うんだけど、やっぱりね、非常に難しい状況とかね、大変な状況、先行きがね、見にくいものだからこそ、やっぱりみんな危機意識持って、で、やれることやろうとかね。で、何か新しいことをしようっていうことを取り組んでるし、やっぱり、取り組んでいけるんだなっていうことだし、やっぱりなんだかんだ言ってね、みんなやっぱり郷土愛というか、で、自分が生まれて育った場所、住んでる場所に対する愛情というのがあって、そして、そこでね、この生まれ育って、これから頑張っていく若い世代というのに、なんか力になりたいとか応援したいっていう気持ちがあってね、なんかいくつまでは逃げ切り世代みたいなこと言う人もいるけど、別にね、なんか心の底から逃げ切ってラッキーなんて思ってる人はやっぱりいないんじゃないかなっていうのをね、末永くね、幸せになんかこの場所で、暮らしていけたらいいと思ってる人が、いや、本当に多いんだなっていうことを、まあ、なんかひしひしと感じる機会だったし、そしてね、やっぱり若い世代の中でもいろんな考え方の人いると思うけどね、全くこう希望しかなくてね。で、本当に自分の郷土の素晴らしさみたいなものをね、世界に発信していこうと頑張ってる人たちっていうのが、いっぱいいることに出会えてね、すごい良かったなぁと、思いました。で、僕自身も、親戚がね、東北にもいるしっていうことで、なんかね、これからもまた、東北の人たちと一緒にね、仕事をしていきたいなぁなんていうのを思った機会でした。本当にね、高知冥利に尽きるというか、呼んでもらって一緒に何か考えられるってことは幸せだなっていうのをね、しみじみと感じた一日でした。ということで、今日はここまで。それではまた。バイバイ。